こんにちは、ワーズフットボールアカデミーのシューコーチです。今日は、小学生におすすめの、リフティングの上げ技を3つ紹介していきますので、ぜひやってみてください。このチャンネルでは、小学生向けにサッカーの動画を配信しているので、よかったら今のうちにチャンネル登録お願いします。はい、じゃあまず1つ目ですね。1つ目が S パンザっていう上げ技になります。今のが S パンザという技ですね。はい、ポイントとしては、くるぶしでまずしっかりと挟みます。くるぶしでしっかり挟んで、そこから、体の後ろ側に出すんですけど、膝は前に出さないように膝の下だけ後ろ、こういうイメージですね。これをボールつけてやってあげるんですね。はい、膝が前に出ちゃうとお尻に当たっちゃうんですね。お尻にこういう感じで自分の体に当たっちゃって、うまく上がってこないので、必ず膝は前じゃなくて膝を出さないようにして、膝下だけを後ろにやってあげる。これをやると、ボールがしっかりと上がってきてくれますので、はい、ぜひやってみてください。はい、じゃあ2つ目に紹介する、上げ技は、ヒールリフトっていう上げ技ですね。多分聞いたことある人も多いと思うんですけど、実際にやっていきますね。はい、今見てもらったのがヒールリフトです。プロのサッカー選手とかでもね、よくやってる人がいると思うんですけど、ポイントとしては、体を横に流しながらやることですね。これが例えば体をこっちにやりながら上げたんですけど、これが体が倒れてなくてそのままの状態でやると横に行っちゃうんですよ。はい、なのでこれをまっすぐ上げるために自分が横に行ってあげる。今右そのまま立ってた状態だと右に行っちゃったと思うんですけど、ということは体を左に倒せば、はい、まっすぐ上がってきますよね。という感じで体を必ずどちらかに、僕の場合はこっちに倒すのが得意なんですけど、逆パターンでも OK です。こっちが得意な人はこっちに体を倒して、体を必ず傾けることを意識してやってみてください。よし、じゃあ3つ目ですね。3つ目は、クロスリールっていう上げ技ですね。実際にやっていきますね。はい、これがクロスリールですね。フリースタイルフットボールで、よく多用される、基本的な上げ技になるんですけど、結構簡単にできてサッカー選手にもおすすめなのでやってみてください。ポイントは横にスライドするときなんですけど、なるべく真横じゃなくて真横にやると上げづらい場所に行っちゃうので、必ずスライドさせるときはふくらはぎを通して、ちょっと上に上げてふくらはぎを通して下げる。これをやってあげるとちょうどいい場所に引っかかってくれるので、スムーズにやるとふくらはぎ通して下ろす。これをやってあげるとかなりやりやすくなるので意識してやってみてください。はい、今日3つ上げ技紹介したんですけど、どれも初心者でも取り組めるような練習だと思いますので、ぜひやってみてください。はい、今日の動画は以上です。ありがとうございました。